しもし、かほこです。今日はね、春がね、やってきたということで、まあ、北海道はやっと桜が咲きました。はい、なので髪を桜色にしようと思います。じゃん、モニクパニックのクレオローズを塗布していこうと思います。まず最初にこの髪色から塗布しても全然意味がないので、ブリーチをしていきたいと思います。ドンキーホーテで買ったんだけど、ブリーチ剤ってなんか500円とか600円ぐらいの低価格のやつもあるけど、いいやつにしちゃった。3000円近かったと思う。あ、でもブリーチ剤2個入ってるわ。ナンバーワンのブリーチ力って書いてるから期待大ですね。でも大体どの商品もなんかナンバーワンって書いてるよね。どっちの女がタイプ？はい、やっていきます。2回で大丈夫かな。てか2回もブリーチするのめんどくさいから1回でも大丈夫かなって思ってるんだけど、白い髪だと色が綺麗に入るけど、黄色い髪色だとピンク入れても赤くなっちゃうから、まあ、なるべく白に近づけたいところではあります。はい、すごい、シャワーキャップみたいなやつかな。え、なんか入ってた。あれ、いいやつには入ってるんだよ。で、手袋もちゃんと入ってます。耳だ、すごく親切だわ。はい、一剤とトリートメントですね。素晴らしいです。ということで、2剤に一剤を入れるわけですね。え、安いやつとなんか匂い違うかも。あまり匂いしないわ。あ、超臭い。目がね、今一瞬激痛走った。人生はさ、取り返しがつくこともあるけど、これに関しては絶対取り返しがつかないから、失敗は許されない世界である。ちょっと直ちに震えてるやつだと。これ青くなった。久しぶりに髪染めるわ。私1週間に1回ぐらいのペースで髪染めてたから、去年。今週はピンク、今週はグリーン、今週はブルー、今週はピンク、今週はパープルみたいな感じだった。2021年、2022年優等生だわ。本当にびっくりしちゃう。とても楽しみだわ。美容師さんお願いします。あ、手袋をつければいいんだね。うん、そう。やばい、どんぐらい腕つけていけばいいのかわかんないよ。適当。よし、じゃあ行きます。なんかもう適当にバーってつけて、最後ガシャガシャガシャってやってもう揉み込む。割となんか丁寧にっていうよりは速さ重視。てか私なんならノズルいつも取ってやってる。そのこうやってドバドバってつけてもバーってやってる。だってそうやって溶かさなくても揉み込めば全部につくからね。ナンバーワンのブリーチ力、滑らかな仕上がり、サロンで話題の先端技術、サロンで話題のボンディングテクノロジー、ボンディングテクノロジー搭載、アインシュタイン。え、これ何かな、本当に分かんないんだけど。全部使っちゃっていいんだよね、1回目で。いいいい、使っちゃえ。一回分？そうです。全然なくなる気配がないですね。ですけれど、私よりも髪が長い人用のやつだと思うので、まあ、ちょっと残してもいいと思う。ダメージがあまりなんか普通の市販のよりは少ないってことですね。その代わりちょっとお高めっていう感じです。本当にそんなに違いがあるのかしらって私は思ってしまう。え、待って、あと全部私やっていい？どうぞ。ゴム手だ。いや、鏡持っててなるべく早くやるから、ここで、うん、仕上げはお母さん。はい、え、知ってる？仕上げはお母さん知ってるよ。知ってんの、すごい。歯磨きのやつ。歯磨き、人力はなかったね。シャンプーの CM でやそう。顔の主張が入りすぎる。
こうね、後ろのところとかもちゃんとやんないとダメですよ。遅かった？遅いとなんか良くないよ。長くなるから時間が。スーパー、ここのとことか超大事。このもみあげライン、もみあげライン忘れがちなの？そう、やばい。髪染めるあるある、割り箸とか使ってやっとる最後の。あとここ、ここ切断して取ったりする。奥のところね、撮んの忘れてた。わお、わお、わお。はい、1回目のブリーチでここまで色が抜けました。でもなんかヤンキーみたいになってしまいました。今隣でやつは寝てるので、私は静かに一人でまた髪を染めていきます。起こさないようにしないと。また2回目ブリーチをしていきます。本当に2児の母っていう感じの髪の汚さですね。もうちょっと色が落ちれば、抜ければいいんですけど。ピースピース、イエーイ。はい、ウキウキウキ。まだやつは寝ています。私は一人で髪を染めていきます。はい、あ、トリートメントに、トリートメントに、あ、紫のこういうなんかカラートリートメントがあったので、ドン・キホーテに売ってたので、それをトリートメントと混ぜて使っていきます。なんかムラシャンみたいな効果があるかなと思って、ピンクの、マニパニを使う前にまずは白く、髪を白っぽくしたいなと思って、やっていきたいと思います。ブリ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 、わー、あ、半分ぐらい入れましたね。はい、入れたと思われます。どうなるんでしょうか。はい、服の色もからしの色です。ごく、私からしの色全然好きじゃないんですけど、混ぜ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 、どこまで混ぜればいいのかっていうぐらい混ぜていきます。あ、首も混ざってきました。あ、目も回ってきました。すごいですね、変なの。わー、はい、紫になりました。すごくいい感じ。わー、グッド、イエーイ、完成。なんかマニックパニック使わないで、あのドンキーの300円のやつだけしか使ってないのにこんなにピンクになりました。紫だと思ってたのになぜかピンクになったので、まあよしとします。登録登録登録、あ、やばいやばい。